変なソフトウェアを入れてしまって、パソコンの修復で休日が潰れてないた。ウイルスソフトが反応しなかったから油断してたけど、みんなは気をつけような。ということで、今回の役職はマジシャン。ジャグリングボタンを押すと、自分以外のランダムな人の位置が入れ替わるインポスターです。ただ効果は半分の人にしか通用しないから、まあその辺は運次第って感じだな。初手ボタンも押されたので、引き続き今回の役職構成、第三陣営として、ジャッカルの足みたいな存在であるクイーンが入ってます。そんなことより、早くジャグリングしたくて仕方ないんだけどまだダメなの？ルールタイムという言葉をご存じないようで。ポンポン位置を変更できたら、全然タスク進まなそう。ちな今回のアップデで、自分が連れているペットを可愛がる機能が追加されたけど、かくれんぼだと逃げる際ペットでバレることが多いから、みんなペットを置いてってるよ。こういう身勝手な理由で捨てるから、野良猫や野良犬が増えるんだよな。今連れてるの、どう見ても生物じゃないですけどね。どうやらマジシャンは、味方のジャグリングによって飛ばされることもあるみたい。運が悪いと、キルした直後にテレポートで死体がバレるとかの事故が起こりそうだな。まあマジックに事故はつきものだし、原作再現ってことで別にいいでしょ。全世界のマジシャンに対する風評被害やめろ。そういや言ってなかったけど、今回はフォールガイズの格好をしてきたよ。シーズンが変わるたびにやってるけど、未だに全然上達しないんですよね。仮にもゲーム実況者なのに、どのゲームも基本階層なの悲しすぎる。このチャンネル、別にゲームベタでブランディングしてるわけじゃないんだけどな。ゲームのランクマッチみたいな、ガチガチにゲームやるの、あんまり得意じゃないんですよね。飽きっぽい性格も災いして、どのゲームも基本熟練する前にやめちゃうもんね。っていうかこんな話してるうちに時間だいぶ経ってるけど、キルしなくて大丈夫なのか？せいてはことを潜じる。現に今日も何人ものインポスターが、初手キルして追放されていったじゃないか。前回初手ダブルキルとかしてた人が言っても、何の説得力もないですよ。とか言ってたら、相方のジャグリングでまたワープ。いや、これはあくまで考慮すると、めちゃくちゃ容疑者つまりにくそうだな。ただこの試合は、マジシャンを導入してから結構経った試合なので、誰にワープしたか、ワープ後の死人を手がかりに、結構キルがバレてるのが恐ろしいところです。1年以上プレイしてるからそりゃみんな上手いけど、マジでこんな中キル倒すのしんどいって。イエモンさん、こっち来て、こっち来たらキルできるから、はいありがとうございまーす。ちなみにそこ、バレにくいように見えて結構丸見えだからあんま良くないぞ。ひとまず、ここからなるべく離れてからジャグリングをしよう。ジャグリングは本人が対象になることがないから、別にいつしてもよかったんですけどね。とか言ってる間に、すぐに死体が見つかる模様。すぐ見つかった上に自分は浮き位置、他が詰まってたら、かなり厳しそうだけど果たして。イエモンさんの死体情報なんですけど、自分がアーカイブに飛んだ時、死体が見える位置にありました。ただ死体が倒れてたので、直近のキルではない可能性が高いですね。その情報を整理すると、停電直した時に固まってた人たちは違うと思います。となると自分、レイマリさん、メテオさん、ウパパロンさんに城が出るってことね。アーカイブの上に死体があったんで、ここの人たちは位置的にキル不可能です。ワープ前にキルされてるってことだけど、それって2回目のワープのことで OK？ 2回目ですね。となるとその時自分のところに飛んだ人が人材も少しあるかも。さっきの俺みたいに、通報する前にジャグリングで飛ばされたパターンもあるんじゃないの？それだったらここで名乗り出ないのはありえないんで、多分その線はないですね。そういえば、みぞれさんがアーカイブの方行ってたけど、その後はどこに行ったの？アーカイブでタスクした後シャワーメイン、最後は電気室にまで行ったって感じですね。マジか、シャワーの奥に行っちゃったから、その経路見てなかったんだよな。それで、グサオさんの経路は？自分最初に貨物に湧いてたんですけど、停電直した後に診察室でバイタルを見てたんですよ。そしたら最後イエモンさんが死んでて、その直後にメテオさんと宿舎前に飛ばされたって経路です。ということは、イエモンさんは直近キルじゃないんですね。ただ通報3秒前ぐらいの情報だから、最近キルされたのには変わらなそうかな。それで、ひな兄さんの経路は？最初アーカイブシャワー方面にいたんですけど、ボタン押しに行くため昇降機のリフト乗ってたんですよ。そしてミーティングルームに行こうとした時にジャグリングでテレポートして、エンジンルームにみぞれさんと一緒にテレポート。その後宿舎前に再度テレポートって感じですかね。めちゃくちゃビュンビュン飛んでてくさ。結構犯人絞られてる気がするけど、まだ釣られてないのでセーフ。次お前が会議開くことになってるし、どう考えても容疑者候補筆頭だろ。本当に自分がボタン押さないとダメですかねとりあえず、レイマリさんが誰かのいた場所に飛んだのは確定なの？そうですね。クルーの視界でも見える位置に死体があったので、普通なら通報してるはず。ちなみにレイマリさんは武器庫あたりで死人してるんで、ワークしてるのは確定だね。ちなみに自分は2回目のワークしてないんで、おそらく対象にならなかったんだろうな。そのおかげで最後の方コックピットでアドミンを少し見れたんだけど、アーカイブと昇降機左に反応があった気がする。でもレイマリさんが言ってることが正しいんだったら、2回目のワークが起こらなかった人は、キルしてないってことでいいんじゃないかな。単純に考えて、一番現場に近かったのは自分がワークした人ですからね。それなら自分には白出るんじゃない？自分最後の方電気室にいましたけど、誰もワークしてないのがその証拠です。その辺には誰もいなかったし、ワープしてないことを証明できないからな。その後、話を簡単にまとめると容疑者候補は自分と八幡宮さん、ひな兄さん、グサオさんも可能性があるとのことで、今回のキルについてはお流れになりました。マジシャンって役職、人の居場所がポンポン変わるからうまく状況を説明しづらいな。
会議の概要全然頭に入ってないけど、自分が疑われていることだけはわかる。むしろこれで疑われてなかったら、賄賂を疑わざるを得ないわ。もう弁明用のボタンも押しちゃったし、あとはひたすらキルするしかないかな。人狼なのに考え方が脳筋。キルクールを貯めてる間にサボタージュが、ここはジャグリングで、サボタージュ直してるクルーにいたずらしてやろ。やってることが、ただのいたずら小僧なんだよな。衝突回避のサボタージュは、昇降機の上の方に集まる。なのでそれより下のキルは、通常よりも見つかりにくいというわけだな。しかもここではアプが発動したから、視認情報はもうごちゃごちゃ。あんな目立つところでのキルも、意外と見つからないもんなんですね。ちょっと待って、さっきのグサオさんの動き、クソ怪しかったんだけど。いや、確かに怪しいけどベントタスクとかじゃないですか。まあ確かに昇降機サボのタイミングで、その辺にいるのは不自然ではあるけど。ちなみにグサオさん、1回目のワープの後、どの辺にいましたか？確かメインホールだったかな。昇降機直してたら、いつの間にかそこに飛ばされてた。自分最初メインにワープしたけど、その時グサオさんいなかったんだよな。自分1回しかワープしてないから、もしかしたら皆が4回目のワープだったのかも。自分視点、グサオさんが昇降機右のベントの上にいたんですけど、ベントに入る素振りはなかったですかね。怪しいけど。グサオさんリフトで右向かってたけど、それからなんで直してないのって感じはする。いやいや、だから直してる最中に飛ばされたんだって。じゃあなんで、ベントの上にいたって情報が出てるのさ。それは見間違いじゃない？怪しいけど、まあグサオさんの件はひとまず置いてラテさん詰めるか。誰かラテさんの視認情報出せる人いる？1回目のワープの時、宿舎前に飛んできて一緒にミーティングルーム行ったわ。その後はわかんないから、次のワープで全然違う場所に飛ばされたかもしれない。とりあえず今回、自分とウパパロンさんは全部毛色かぶってたから相互白出せるね。ラテさん最後の視認がミーティングだけど、そこに死体がないのは確定でいいんだよね。自分が最後にボタン押すとき、通報機からなかったしないと思う。でもそうだとすると、グサオさんがキルできるタイミングがない ?2 回目のワープ後に直近キルぐらいしかできないと思うんだけど。グサオさんの話で会議時間の半分くらい消費したから、一言も話すことなかったわ。ラテさんの視認情報も少なく、曖昧な感じで終わったのも幸いだな。ただこれで、インポスター二人とも怪しまれてることになるので、なるべく早く決着をつけないと、一気に崩壊する可能性もありますよ。それから30秒ぐらい経った後、ボタンによる緊急招集。自分らはキルしてないけど、グサオさん各委員がキルを通してくれたな。とりあえず、自分とメテオさんは白取り合えそう。ちなみに自分アーカイブに飛ばされたんだけど、アーカイブに誰かいたら名乗り出てください。自分ちょうどアーカイブとラウンジの間あたりいたんで、多分自分ですね。個人的には、今回のキルはみぞれさん、八幡宮さんのどっちかだと思ってる。でもどっちかといえば、八幡宮さんの方が怪しいかな。自分みぞれさんと入れ替えでアーカイブにはいたけど、そこに死体はなかったし。自分は貨物からラウンジに行って、そこでキッチンに飛ばされた感じだから何も言えないな。みぞれさん視点八幡宮さんに白が出るなら、グサオさんしかないと思ってるんだけど。途中で別れちゃったので、八幡宮さんの件に至っては何も言えないですね。でもみぞれさんって、ワープ後の経路メテオさんと一緒だったんですよね。だったら自分視点、みぞれさんを隠しろで置いていいと思います。やったぜ。みぞれさんも怪しいけど、ここは八幡宮さん釣るしかないか。これで残る人数はあと4人。雑に1人キルできれば、PP 盤面なのでこれはもう勝ったな。ただまだクイーンが盤面に残ってる可能性が高いので、それだけは気をつけましょう。グサオさんもこっちに来てくれたので、自分は下でキルを通しに、上で待ってくれてるのなら、ボタン召集による負け筋がなくなるもんな。ということで、最後はダブルキルで無事勝利。お互いに平等稼ぎ合って、なんとか最後まで生き延びた感じですね。ということで、今回の動画はここまで。それではまた次回の動画で、お会いしましょう。Thank you.